お久しぶりです、和也です。次郎の手術で1週間入院をしていたんですが、今日無事に退院することができました。入院にあたっては元地主の機関兵の方からのコメントというのがとても参考になりましたよ。他にも多くの方からお気遣いのコメントをいただきました。本当にありがとうございました。これで次郎系 YouTuber は卒業ですよ。といっても、まあ、まだ手術は成功したんですけども、まだちょっと傷がね、完全に塞がっていない状況ではあるので、まだ無理はできないというのはあります。次郎についてはサブチャンネルで詳しくまとめておきたいというふうに思いますので、ぜひそちらをご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。でですよ、1週間も入院していると時間ありまくりなんですよね。ただなるべく X とかは見ないようにしていました。じゃあ何をしていたのかっていうと、本を読んだり自分と向き合う時間に当てていたんですよね。今回その時間が本当に良かったなというふうに思うんですけど、このチャンネルでは3月18日にもうダメだっていう動画をアップしていました。僕はもう動画を始めて10年以上経つんですけれども、始めた当初と今の違い、そして現在の僕の迷いというのを話していました。でやっぱその後っていうのも、まあ、僕自身の迷いっていうのは消えたわけではなかったんですよね。でも今回の入院でまとまった時間があって、自分と向き合って結構吹っ切れたところがあります。まず時間があったので、ちょっと昔の振り返りなんていうこともしました。原点に立ち返るためにニコニコを開いて本格的ガチムチパンツレスリングを見たりだとか、あの頃は平和だったなとか思うんですけど、時間は巻き戻せませんからね。変わりゆく環境の中でしか人間は生きていくことができません。だからそれに合わせて自分も変化していく必要があるんですよ。10年前と比べてどう変わったのかっていうと、やはり中心のない分散化ということじゃないでしょうか。ネット時代というのは、より自分の好みに合ったものを見つけやすい社会です。それはいいことなんですけど、これ言い換えるとどんどんマニアックになっていくということでもあるんですよ。その状況を反映していると思うのが、やっぱり小規模な野党がいくつも出てきたっていうことだと思うんですよね。NHK 党だったり、れいわ新選組。さらに参政党とか、あと国政政党ではありませんが、日本保守党にも注目が集まっています。政治界隈でいうと、右とか左だけではなくて異次元の領域が広がりつつあります。極論もはびこっていますからね。でもやっぱ分岐点ってあると思うんですよ。基本的にネットで稼ごうと思ったら、極論の波に乗った方が絶対にいいです。ただそうやって極論をやっていくと、どんどんネットって先鋭化していくんですよね。ネットの仕組み的に、やっぱり興味のあるものが次々表示されるようになるんですよ。ネットは世界に広がっています。ですからとてつもなく広い、まあ、深いものではあるんですけれども、やっぱアルゴリズムのせいでかなりこう狭い世界に追い込まれているんですよね。でそういう中に身を置いていくと、知らず知らずの間に偏っていくんですよ。僕はこの状況ってまずいと思うんですよね。人間は基本的に多少なりとも偏っているものです。僕だってまあ偏ってますからね。ですから偏り自体は誰にでもあるんだけど、程度の問題こそ重要なんです。偏りすぎないというのが重要で、偏りすぎないためには異論を摂取していく必要があります。異論を摂取しつつ、自分の頭で考えて脳の柔軟性を上げていかないとまずいんですよね。僕は日本をアメリカのようにしたくありません。こじらせた連中が議事堂を襲撃するとか、もうあんなの最悪ですよ。日本はアメリカに比べたらまだマシだと思うんですけど、まあでも危険な目はありますからね。先日もパンデミック条約反対という結構大きい集会が開かれたようなんですが、あれとかね。その件はもう完全にあれ異次元の領域に入ってくるので、また別の動画で取り上げることにしましょう。極端になびきやすい時代だからこそ、バランス感覚が重要になってくるんじゃないでしょうか。最近ですね、なぜ働いていると本が読めなくなるのかという本がベストセラーになっています。僕もこの本読んでサブチャンネルで、まあ、感想なんかを述べているんですけど、もう皆さんにもね、ぜひ読んでいただきたい。この本の著者は、読書によって得る知識とネットとかで得る情報を区別しているんですね。読書で得る知識というのは、自己啓発の本とかを除いてノイズ性が高いと。知りたい情報も出てくるかもしれないけど、そうじゃないものもかなり出てくるもんです。一方でネットとかの情報っていうのはノイズが少ないと。なぜかっていうと、読者が知りたかったことそのものを指すからだと指摘しています。さっきも触れたように、 SNS というのはアルゴリズムの世界ですよ。その人に最適化されて、お前これ見てんならこれも好きだろうという感じでおすすめしてきますよね。そしてだんだんノイズの少ない情報になっていくと、そこにどっぷりハマってしまうと、読書とか、まあ、ネットでも異論というのが
もうノイズに見えて受け入れられなくなってしまうんじゃないでしょうか。ただこのノイズこそこれからの時代は重要になってくると思うんですよね。僕はいわゆる右派的なポジションにいると思います。なんだけど、まあ動画でもね明らかなように結構右派の批判もしているので、まあ視聴者の方からするとちょっとモヤモヤする部分があるかもしれません。まあこれこそまさにノイズなんですよ。ここはやっぱり分岐点ですよね。さっきもちょっと触れたんですけど、まあお金を稼ぎたいんだったらもうノイズを排除して、まあなるべくもうなんていうか分かりやすいそういうチャンネルにした方がいいと思うんですよ。ただ僕は現実に留まっていたいし、まあなんかそれでね人々を惑わすっていうのは良くないことだと思うので、そのための言論をやっていくべきだなというのは今回、まあ、入院して改めて強く思いましたよ。ということで今後の発信も少しずつ変えていこうかなと思うんですけど、まずサンデーブレイクはもう終了にします。楽しみにしてくださってる方もいるので申し訳ないとは思うんですけど、まあ、その朝日の面白い記事に関してはカズヤチャンネル GX の方で水曜日にやっている生放送で紹介したいなと思いますので、ぜひそちらをねチェックしていただければと思います。もうサンデーブレイクも300回以上とかやってますし、まあ、だいぶね朝日新聞のやり方ってのは、ご理解いただけたんじゃないかなと思います。もう役割的には終えたというかね。次にですね、時事問題に関しては生放送を積極的に利用していこうと思います。今まで動画にまとめて9時にアップするっていう、まあ、そんなルーティンでやってたんですけど、まあ、時代変わりましたからね、時事問題は早い方がいいので、まあ、ある程度情報をまとめて生放送で提供していくという感じにしたいと思います。時間も特に決めずにですね、急にやりたいなというふうに思いますので、ぜひですね、チャンネル登録だけではなく、通知もオンにしていただければなと思います。じゃあ動画は作らないのって思った方もいるかもしれないんですが、もちろんね、動画も作りますよ。動画ではしっかり考えをまとめて伝えたい題材を取り上げていこうと思います。僕は小規模な野党に大変興味が、関心がありますので、まあそういう話題とかね。最近だとね、都知事選をめぐる日本保守党の動き、まあその関連の話とかね、すごい言いたいことあるのでね、近日中にまとめたいと思います。で、今後の発信のテーマなんですけど、まあ今までよりね、ちょっと広くしようかなと思います。入院中に思ったんですけど、自分自身が、やっぱりこの、なんていうか、チャンネルに縛られてたなと思うんですよね。やっぱこのカズヤチャンネル、このメインチャンネルに関しては、もうとにかく政治系の話題をやらなければいけない、みたいな縛り。それ自体がちょっと違ったんじゃないかなと思うので、まあなんかね、思ったようにやるということですね。ですから見たいものだけ見ていただければなとも思ったんですけど、さっき触れたようにこの現代社会っていうのはもうノイズ性っていうのが重要になってくるので、ぜひね全部見てください。偏りすぎずに政治系の話題を知りたい人のためのチャンネルとして今後も頑張っていこうと思います。いいものはいい、悪いものは悪いということでね、まあ当然といえば当然なのかもしれないですけども、なんかそうなってないですからね。いやそれにしてもね、声が出ないですね。いや今日もちょっと喋り始めて思ったんですけど、もう1週間ねこうまともに喋ってないというか、まあ先生とか看護師さんとはちょっと喋りますけど、言うてちょっとじゃないですか。まあ、こうやって動画で声張って喋るっていうのがないとやっぱ体って劣化するんですね。ということで今回は以上です。あ、サブチャンネルで二郎の話、まあ、かなり長くなると思いますけど、まとめていますので、そちらもぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。